はい、今回はジアステロマーの構造と性質について解説させていただきます。ジアステロマーと言いますのはエランジオマーではない立体生態のことですね。よってジアステロマーはエランジオマーとは全く違う性質を示します。今回はそのジアステロマーとエランジオマーの違いを含めてジアステロマーの特徴を丁寧に解説していきたいと思います。はい、ではまずは過去動画の復習からですね。ある化合物の形状が元の構造と異なる場合、これらは互いにエランジオマーと言います。で、これらのエランジオマーは一つの炭素原子に4つの異なる置換基が結合しているんですね。で、この炭素原子のことはキラル中心と呼ばれまして、エランジオマーを与える原因となる原子なんですね。で、このキラル中心の置換基の立体配置の違いに応じまして、エランジオマーは R 配置と S 配置に分類できるんですね。したがってこの分子のようにキラル中心が1つの場合は R 配置と S 配置の2種類のエランジオマーが存在するわけですね。で、今回はキラル中心が複数存在する場合の分子の立体生態について考えてみましょう。例えばこちらのトレオニンというアミノ酸について考えてみましょう。トレオニンは2つのキラル中心がありまして、2の炭素と3の炭素がそれぞれキラル中心ですね。で、この構造のトレオニンは2と3のキラル中心がともに R 配置ですので 2R3R 異性体と表記されます。で、このトレオニンのエランジオマーは立体配置が真逆になりますので 2S3S 異性体なんですね。で、ただしですね、トリオニンの立体生態はこれらだけではなくって、他にも R と S の組み合わせもあるんですね。例えば 2R3S という組み合わせもできますし、 2S3R 異性体という組み合わせもありますね。で、 2R3R 異性体に対する2R3S や 2S3R 異性体のように一部の立体配置は反対ですけれども、一部は同じ立体配置の異性体はどんな関係と言えるでしょうか。これらは立体配置が真逆のエランジオマーではないんですけれども、立体生体ではあるんですね。で、このようにエランジオマーではない立体生体のことが今回のテーマであるジアステロマーなんですね。それではですね、ジアステロマーとエランジオマーの違いに関して解説します。で、過去動画で解説しました通り、エランジオマーは非線コードの符号以外は基本的に同じ化学的物理的性質を示すんですね。で、これなぜかって言いますと、エランジオマーは原子と原子の距離まで全て同じ構造ですので性質も一致するんですね。例えばアミノ基とメチル基、アミノ基と水酸基の距離は2つのエランジオマーで完全に一致しているんですね。で、一方でジアステロマーも似ている構造ではあるんですけれども、原子と原子の距離は違っているんですね。例えばアミノ基と水酸基の距離は長くなっていますし、アミノ基とメチル基の距離も短くなっているんですね。よってジアステロマーはエランジオマーとは違って化学的物理的性質が異なる分子なんですね。具体的にはエランジオマーは非線コードの符号しか変わらなかった一方で、ジアステロマーは非線コードはもちろんのことを NMR や IR、 融点や沸点などあらゆる性質が異なっているんですね。よってジアステロマーはエランジオマーとは違って実験的に区別するのも容易ですし、またジアステロマーの混合物は蒸留であるとか再結晶といった一般的な生成操作で純粋なジアステロマーとして分離することも可能だというのが大きな違いですね。では続いてですね、特徴的なジアステロマーの例を2点紹介させていただきます。1点目はこちらの指摘さんですね。
主席さんもキラル中心が2つありますので、先ほどのトリオリンと同じように立体配置が真逆のエランチオーマー1つと、それ以外の立体生態としてジアステルオーマーが2つあるんですね。でただしですね、先ほどと違って DR3S 異星体と DS3R 異星体の構造をよく見てみますと、これ同じ構造になっているんですね。つまり同一の分子になってます。水酸基やカルボキシル基の位置や方角もきれいに一致していますね。よって史跡さんは正しくは3つの立体生態しか持っていないんですね。でなぜ同一の構造になったのかと言いますと、この立体生態は CC 結合を2等分する平面に対して左右対称になっているんですね。つまりこの分子は対称面があるわけです。よってこの 2R3S 異星体はアキラルでエランチオーマーを持たない分子ですので、その共造は同じ構造だったわけですね。でこのようにキラル中心を持ちながらも対称面を持っていてアキラルな化合物はメソ化合物と呼ばれるんですね。つまり史跡さんは一つのエランチオーマーと一つのメソ化合物というジアステルオーマーを有するわけですね。でこの史跡さんのようにキラル中心が複数ある分子はエランチオーマーを持たない立体生態も存在しうる点に注意が必要ですね。よってキラル中心が複数ある分子の立体生態を考える際は対称面があるかどうかに気を配るべきですね。で2点目の特徴的なジアステルオーマーの例はアルファグルコースとベータグルコースですね。で何が特徴的かと言いますと、これらのグルコースは一つのキラル中心で立体配置が異なるのみで、他の構造は全て同じジアステルオーマーなんですね。すなわちこのキラル中心に関してアルファグルコースは S 配置で、ベータグルコースは R 配置と反対なんですけれども、その他のキラル中心に関しては全て同じ立体配置になっているんですね。でこのようなジアステルオーマーはエピマーというふうに呼ばれます。でまたエピマー間の相互変換はエピ化と呼ばれまして、糖類の科学でよく見られる重要な現象なんですね。はい、では最後まとめとして今回の動画の重要ポイントを振り返りたいと思います。キラル中心が2つ以上ある分子はエランチオーマーではない立体生態、すなわちジアステルオーマーを有するんですね。例えばトレオニンの 2R3R 異星体は立体配置が真逆の 2S3S 異星体をエランチオーマーとして有します。ただこれ以外にも立体生態は存在しまして、 2R3S 異星体や2S3R 異星体がありますね。でこれらはエランチオーマーではない立体生態ですので、ジアステルオーマーに該当しますね。でジアステルオーマーはエランチオーマーとは違って化学的物理的性質が異なるんですね。例えばエランチオーマーは非線コードの符号以外は基本的に同じ性質を示すんですけれども、ジアステルオーマーは非線コードはもちろん NMR や IR、融点や沸点などの全ての性質が異なっているんですね。よってジアステルオーマーはエランチオーマーとは違って区別することが容易ですし、通常の生成方法で分離することも可能なんですね。で特徴的なジアステルオーマーの例としてメソ化合物とエピマーを紹介しました。でメソ化合物といいますのはキラル中心を持ちながらもアキラルな化合物のことですね。例えば史跡さんの 2R3S 異星体はキラル中心を持っているんですけれども、対称面を持っていますのでアキラルなメソ化合物なんですね。でこのようにキラル中心が2つ以上ある場合はアキラルになる場合もあるという点に注意が必要ですね。またエビマーといいますのは一つのキラル中心の立体配置だけが異なっていて、他の構造は同じジアステルオーマーですね。例えばアルファグルコースとベータグルコースはこのキラル中心の
立体配置だけが異なっていて、他のキダル中心の立体配置は同じになっていますので、エピマーと言いますね。でまたこれらエピマー間の相互変換はエピ化というふうに呼ばれます。はい、今回の動画は以上となります。最後までご清聴いただきありがとうございました。